レディプレイヤー1は2018年にアメリカ合衆国で公開された SF 映画である。監督はスティーブン・スピルバーグ、主演はタイ・シェリーガンとオリビア・クックが務めた。アーネスト・クラインの小説、ゲームウォーズを原作としている。日本ではレディプレとも表記される。カッコ内は日本語、吹き替え吹き替えキャストにはバック・トゥ・ザ・フューチャーの吹き替えを務めた。 経験のある山寺宏一、三谷祐二、高島柄、現田鉄章といった実力派の声優陣が多くキャスティングされている。ワーナーブラザース映画とデラインピクチャーズはアーネスト・クラインのゲームウォーズの映画化権を出版前に獲得し、脚色作業はクライン自ら担当することになった。クラインが執筆した書稿はエリック・イーソンとザック・ペンによってリライトされた。 また、ビレッジロードショーピクチャーズが、ワーナーブラザースと共に映画を共同制作することが発表された。2015年3月、スティーブン・スピルバーグが本作のメガホンを撮ることになったと報じられた。スピルバーグにとっては、2011年公開の、淡々の冒険、ユニコーン王の秘密以来となる、アクションファンタジー映画作品となった。監督と、 主要キャストサマンサ・クック役の最終候補には、オリビア・クック、エル・ファニング、ローラ・カークの名前が挙がっていた。2015年9月、クックがサマンサ役に決定したとの報道があった。2016年1月、ベンメンデルソーンの出演が決まった。2月、タイ・シェリガンが主人公のウェイド・アッツを演じることになったと報じられた。3月、サイモン・ペックに、 オグデンモロー役のオファーが出ていると報じられた。4月、マーク・ライランスが本作に出演することになったとの報道があった。6月1日、T.J. ミラーが本作で賞金稼ぎを演じることになったと報じられた。5日、森崎ウィンが大統役に起用されたとの報道があった。24日、ハンナ・ジョン・カーメンの出演が決まった。 主要撮影は2016年7月に始まった。8月から9月にかけて、イギリスのバーミンガムでも撮影が行われた。ジュエリークォーターでは、終盤のカーチェイスのシーンが撮影された。ディグベスでは、オハイオのシーンが撮影され、CG で複数の建物を消去して2045年のオハイオを作成している。9月27日に、本作の主要撮影が終了した。 スピルバーグは視覚効果をインダストリアルライトマジックに依頼し毎週3時間をミーティングに費やした。スピルバーグはプライベートライアン以降最も制作が困難な作品だったと改装している。2016年6月9日スピルバーグ作品の常連であるジョン・ウィリアムズが本作で使用される楽曲を作曲することになったと報じられた。2017年7月 ウィリアムズがペンタゴンペーパーズ最高機密文書に専念するために降板し、その公認としてアラン・シルベストリが起用されることになった。当初、本作は2017年12月15日に全米公開される予定だったが、同日に公開されるスター・ウォーズ最後のジェダイとの競合を避けるために、公開日が2018年3月30日に延期されることになった。 その後2018年1月に公開日が2018年3月29日として1日前に公開されることになった。本作の制作費は1億7500万ドルだが、マーケティングにかかった費用も回収するためには4億4000万ドル以上を稼ぎ出す必要があった。全世界での公衆は5億8000万ドルを超え、大幅な利益をもたらした。本作はアクリモニー。 辛辣な復讐や、ゴ o o ノットデッドエーライトインダークネスと同じ週に封切られ、公開初週末に4000万ドルから5000万ドルを稼ぎ出すと予想されていたが、この予想は的中した。2018年3月29日、本作は全米4234巻で封切られ、公開初日の興行収入は1210万ドルを記録し、 公開初週末には4176万ドルを稼ぎ出し、週末興行収入ランキング初登場1位となった。この数字は2008年に公開されたインディ・ジョーンズ、クリスタル・スカルの王国の記録を更新し、スピルバーグ監督作品としては最高のものとなった。公開第2週末の興行収入は、前週より40%減の2510万ドルを記録し、 工業収入ランキングはクワイエットプレイスに次ぐ第2位となった。公開第3週末の工業収入は1120万ドルを記録し、工業収入ランキングはランページ居住大乱闘、クワイエットプレイス、トゥルース・オア・デア殺人ゲームに次ぐ第4位となった。世界市場では中国を含む62カ国で公開され、 公開発週の工業収入は1億ドルから1億2000万ドルと予想され、公開初日には290万ドルの工業収入を記録した。中国では公開初日2475万ドルの工業収入を記録しており、公開初週末には6170万ドルを記録し、他の国では韓国8百十万ドル、イギリス百三十万ドル、ロシア六1 0万ドル、 フランス600万ドルとなっている。世界市場における公開第2週末の工業収入は8170万ドルを記録したが、第3週末は前週より58.6%減の3380万ドルとなり、第4週末の工業収入は2300万ドルを記録した。中国では公開第2週末に4200万ドル、 第3週末には1390万ドルの工業成績を収めている。4月21日には中国で工業収入が2億ドルを超え、同国市場で公開されたアメリカ映画で市場10番目の高収入映画となり、公開第4週末には824万ドルを記録した。4月20日には最後の主要市場となる日本で公開され、公開初週に440万ドルの 工業収入を記録した。本作は批評家から好意的に評価されている。映画批評集積サイトのロッテ点トマト図には312件のレビューがあり、批評家支持率は74%、平均点は10点満点で6.9点となっている。サイト側による批評家の見解の要約は、レディプレイヤー1は完美な教習を誘う作品であり、スリリングな作品でもある。 スピルバーグ監督の強みを凝縮した一作であり、監督のフィルモグラフィに魅力あるアドベンチャー映画がまた一本加わった、となっている。また、メタクレッティックには55件のレビューがあり、過重平均値は64、100となっている。なお、本作のシネマスコアは A マイナスとなっている。2018年1月15日、アーネスト・クラインが、 ゲームウォーズの続編を執筆していると報じられた。本作が全米公開された後、クラインはレディプレイヤー1が工業的に成功すれば、ワーナーブラザース映画は続編を作りたいと思うはずです。ただ、スピルバーグ監督が続投してくれるかはわかりません。監督は、私はこれまでに何本も映画を作ったが、レディプレイヤー1は3番目に作るのが、 難しい映画だったと述べていらっしゃるからですと語った。また、本作では登場させることができなかったウルトラマンに関しても続編が決まればぜひ登場させたいとスピルバーグはインタビューで述べている。原作と同様、本作には1980年代の大衆文化に対するオマージュが数多く盛り込まれている。また、日本、アメリカのあるじに1980年代から90年代の 映像、ビデオゲーム作品の要素が数多く登場する。スピルバーグとプロデューサー陣は、クロスオーバーのための著作権交渉に数年を費やした。スピルバーグによると、制作に必要とされた著作権の80%を獲得している。一方、1980年代にスピルバーグがヒットさせた ET の宇宙人 ET やレーダース、失われたアーク。 正規の主人公インディアナ・ジョーンズのクロスオーバーは原作には存在するが本作にはない。その理由についてスピルバーグはうぬぼれによるものだと批判されることを回避するためですと語っている。当初スピルバーグはデロリアンをも登場させない意向だったがクラインの説得を受けて登場させることにしたという。また未知との遭遇の権利を獲得するため ワーナーブラザース映画との交渉が行われたが、不守備に終わった。脚本で重要な要素となっていた、ブレードランナーについては、ブレードランナー2049の制作期間と重なっていたため著作権交渉を断念しており、代わりに、スピルバーグの友人だったスタンリー・キューブリックの監督映画、シャイニングを登場させることに決め、権利を取得した。 原作では、主人公の愛用機として、東映版、スパイダーマンで、スパイダーマンが操縦する巨大ロボット、レオパルドンが活躍するが、アメリカ本国及び、欧米諸国では、同作品が放映されたことがなく知名度が低い、ことから本作には登場しない。また、原作では、主人公が、ウルトラマンに変身するが、ウルトラマンも本作には登場しない。アーネスト・クラインによれば、 つぶらやプロダクションは前向きだったが海外の権利問題を抱えているために使用できなかったという。この問題は後につぶらやプロダクションが正式に権利を獲得した。脚本を担当したアーネスト・クラインは世界観に同じ VR を題材にした押井守のアバロンからインスピレーションを受けていると公言している。ワーナーブラザースは本作の制作会社の一つ。ただし、 原作が別作品であったり配給のみの作品もあり、すべての映像権を元から所有していたわけではない。DC コミックス関連作品本作に登場するキャラクターなどの多くの DC コミックス関連作品は、テレビドラマ、会長人間バットマンなどの例外はあるものの、バットマンリターンズやスーサイドスクワットなど、ワーナーブラザース配給作品が多くを占めている。 DC コミックスは1969年以降、ワーナーブラザース参加となっている。ニューラインシネマ映画作品ニューラインシネマ社は、2008年2月28日に、ワーナーブラザースに吸収されている。ありがとうございます。